こんばんは、もう夜です。前年同期が1290億円の赤字だったんですけどね、ソフトバンクグループの決算速報大ショックでした。赤字10倍になってましたよ。 1.4 兆円、なんじゃこれって思いましたね。アームが上場したんですよ。それで赤字爆増って一体どういうことよと。1級の時にさ、悪化速報値、さらにアームが上場だよって、そして黒字になるのだよって期待してたわけですよ。なんで赤字になるのって。だって報道ちょっと確認予習してたんですけどね、なんかね不穏な記事が出ててね。まずちょっとそれシェアします。それで決算説明会の内容をねサクッとまとめたんでね、見ていきましょうか。そして質疑応答も一生懸命私聞き取ってね、書き出しましたのでね、そこも見ていきましょう。ひどい回答だったなーってね。株価一体どうなるよってすごい心配。私関係士2、30年やっててもう引退したんですけどね、その経験に基づいてこの動画を作っております。これね、通期で黒字になってくれないで嫌だなって思ってたんです。私社債いっぱい持ってますからね。でもこれちょっとね、通期の黒字化がやばいぞと、危機かなと思っております。じゃあまず報道を確認していきましょうね。これさ、はい、今日の記事なんですけれども、赤字が 1.4 億円になりましたよと。で、前年同期比が1000億ぐらいの赤字だったんですけれども、本当に10倍超えましたね、この赤字のこの広がりが。それで大幅に拡大、10倍以上拡大って。で、投資損益の方もソフトバンクビジョンファンドね、9636の赤字で8496の赤字からまた拡大しちゃったよってことでございます。もうボロボロ。ほいで、日経新聞の方の記事がよく分かんなかったんですけどね、ここは同じでしょ、さっきの 1.4 兆とね、1290ね。ほいで赤字がね、なんでっていうことで、アームの上場でビジョンファンドの運用益が改善し、で、外部投資家への分配金などが膨らんだことが響いたって書いてあるよね。なんのこっちゃいって、私これ読んでよく分かりませんでした。で、ビジョンファンド事業の税引き前損益は1978の赤字、前年同期は3兆3506億の赤字ってね。こっちはちょっとピンとくるんだけど、分かりにくいねこれ。で、連結業績でアームなど、子会社の投資利益を消去する影響も大きいって書いてあるでしょう。何のこっちゃか分かりますかねこれ。この記事を書いた人は一体何を考えているのだろうと思いました。まずこの記者よく分かってないなっていうのと、こんな記事を書いて読者が分かるのかなっていう二重の意味でムムムでしたね。で、はい、話が違うってね、この記事読んでね思ったわけですよ。なんで大赤字になるねんと。1級の決算ではいい話してたのよ、後藤さん。8月8日にさ、変化の兆しだぜと。投資再開って見てこれ、16ぐらいがね 0.5 ぐらいだったのよ。ちっとも仕事してなくて、開店休業状態が1年ぐらいね続いてたわけですよ。で、投資再開へ頑張るぜと、1級で 1.8 だったぜと、こっから頑張っていくんだぞとね。で、反転攻勢っていうんだから、でも2級で頑張ってくれたんだろうって思ってたらば休んでたという。連結業績1級においては大幅にね赤字が削減されたわけですよ。それで、ソフトバンクビジョンファンドの投資も大損失だったのがちょっとの損失で、さてこっから黒字化に向かうのかと、連結ベースでも大幅改善だったよと。お、改善ちょっとでもね、赤字が思いっきり減ったって意味よ。それで、ほら、税引き前の大損失がね改善されたじゃないと。で、そこにアームが乗っかってくれば、どんなに2級はいい決算であろうかと思ってたわけです。じゃあ今回の決算説明会の内容をサクッと見ていきましょうか。やっぱ孫さんがいいよね、こういう厳しい決算発表の時は。で、ほら、このアームの社長さんらしいんですけども、これオンラインで参加するってことだったんですが、結局この人何も参加しなかったね。この画像で終わりました。で、2級の決算説明会なんですが、アームがねうまくいって上場成功って言ったんだけども、でも大赤字なのよ。想定通りのね評価がついてよかったですね。で、アーム投資の実績っていうことで、投資額に対する評価が 3.2 倍になりましたということです。で、アリババがね 9.8 兆円ぐらいの評価になったんだけども、アリババってさ、投資がね74億円だったのよ。まだ
全然ね価値がなかった頃に孫さんがね、投資をねしてねうまくいったわけですよ。でだからあのアームの場合もね 3.3 兆円で買っちゃってるから結構大きくね、お金を出したんですよ。男気をね、孫さんが発揮して市場価値よりもうんと高い値段で買ったわけですね。それが 8.5 兆ですね。これからこの 8.5 兆がねアリババを抜いていくような感じで大きくね成長していくんだと期待しておりますけども、元が 3.3 兆だったからねこの倍率はねアリババには全然かなわないませんね。なんか1300倍になったわけですねアリババね。すごいね。はい。で、IPO 時時価総額グローバル上位15案件の中になんと6件がソフトバンクグループだよと、孫さん偉いよってまあことですね。で連結業績においてびっくり、なんと1291の損が1408の10倍以上に広がっちゃったよと。でアームと株式の取引についてってね、まあ、ポロッと書いてあるんですが、これね多分見てもあんまよく分かんないでしょ。会計士じゃないとちょっと難しいかな。こういう仕分けになるわけですよ。で PL が2263の費用で、同じく負債が2263って感じでね、まあ、こんな仕分けになるんですけれども、ここはもうサクッといきますね。で利益はねちっとも貢献しませんよ、逆に費用が増えましたっていうことでございまして、ただキャッシュはね増えましたからね、ここはいいですね。7000億ぐらいねいいことがあったよと。ただ損益の計上につきましては今後でございます。で投資損益はビジョンソフトバンクビジョンファンド損失縮小って言ったって、8496が9636に増えてるよね、なんとかね。ただここについてもね、今回あの解説は控えますけれども、昔ね詳しい動画作ったな。まあまあここは置いときますよ。でもあの会計的に言うと損失が拡大しております。正しいちゃんとした会計で言うとね、言い方いろいろあるけれどもさ、まあ一応会計士としてはもうこっちの数字の方がいいよ。84が96にね赤字拡大しちゃったよと。で、税前利益においても思いっきり損が膨らんじゃったねっていうことね。で、はい。で、重要指標っていうことで、ナブね、1兆円ぐらい増えましたよって言ったって、これ為替の影響だからね。で、ほら、ローントゥーバリューね、株式価値と、その株式を得るために使った負債ね、借金ね、の割合が 10% だから思いっきり健全なわけですね。手元流動性はまだまだ5兆ありますよ。ということで、何が言いたいかというと、仕事全然してない状況です。開店休業状態が続いております。でほら先ほど申し上げましたナブ増減要因ということでさ、1兆円ぐらい増えてんだけども、それが実は為替でございます。外部要因です。ちっとも働いて増えてたわけじゃないわけですね。でこれソフトバンク、ディスカウントと言われてるやつですよね。孫さんがさ昔からうちの株価は安すぎるというやつですね。奇跡的にね3割ぐらいまで縮んだ時期があるんですよ。一株あたりの、まあ、純資産的なやつねナブが株価と一致すべきなんだけども、ね、孫さんのところの株価ってナブよりも低いよねと。で今 43%、まあ、正常なディスカウント状態に戻ったって感じかな。はい。でアームを中心に株式価値が増えましたってことで、アームがさほらここね 24% になりましたってことですね。今一番多くなりましたね割合ね。アリババはもう 0.03%、 ほぼほぼ入りましたっていうことでございます。そして中国リスクをねアリババがね、持ってたんだけども、それがなくなってね地政学リスクもね、消えていってるよって。主戦場がアメリカになってきますからね。で、ナブの推移再び上昇傾向っちったってさ、ここまであったのがさ半減してる状況には変わりませんね。そして、ローントゥーバリューですね、低水準で推移中ですよとね。で、この 25% 以下を保つっていうことをしっかりやって安全運転してるっていうんだけど、要は働いてないってことですよ。で手元流動性5兆円も持ってますよっていうことね。今5年分の社債償還資金を手元に持ってるって状況でございます。
で、為替の影響ってことでね、基本円安はね、ナブに対してはもう いい感じになりますね。この円安が円高にガッと触れたらね、逆に左右しますからね、まあ、今はいいけど将来ちょっと心配事項はね、一つ考えとかなきゃいけないところでございます。で、アームの話になりまして、チップがガンガン出てます、売上伸びてますよと。で、シェアもどんどんね、モバイルはもうほぼほぼ 100% なんですけども、特にさ、もう IoT も 100% に向かう感じですね。どんどんとね、シェアが広がって、かつこのモバイルクラウド、オートモーティブ、 IoT って市場そのものもね、どんどん成長してるんで、将来は明るいね。で、アームのターゲットもほぼほぼ全てに及ぶわけですよ。さらにこれが AI がね、この需要を加速していくんで、今後も将来性明るいよ。Google の Pixel 8 ね、あれ、消しゴムマジックが音声までもできるんだね。テレビ見ててびっくりしましたよ。NVIDIA も当然ね、ホッパー、スーパーチップね、やってますよと。で、他にも自動運転とかね、どん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  ARM が進出してっておりますと。で、売上がガンガン伸びてますよと。力強く成長してますよと。で、このガイダンスもいい感じで売上伸びていくぜと。はい、で、まあまあ、将来性あるよって話なんですけども、どうかな、ね、結局ね、ソフトバンクグループは投資会社なんで、アームをね、売却して初めて時価総額に見合った利益が計上されます。連結財務諸表を作る場合、アームの損益計算書をソフトバンクの損益計算書に足す感じになるからね。だから市場価値、株価と会社の利益の差ってさ、株価の方が思いっきり大きいでしょう。だからね、その株価の大きいところの、そのところがまだ計上されてないわけですよ。ちょっと口、回りくどい言い方ごめんなさいね。連結会計っていうのは、損益計算書をね、足し込むやつなので、アームの利益そのものズバリに持ち分比率をかけた金額がソフトバンクグループの利益になるんです。で、将来さ、その株を売った時に、ね、ほら、時価がね、時価がね、損益に反映されてくるっていうことなので、まあ、しばらく我慢でございます。で、ソフトバンクビジョンファンドはどうよってことになっていくんと、この2がね、もう難しいね、これね。損切りしたいとこだよねって思うんだけど、そうもいかないんだろうね。で、これがちょっとトリッキーですよ。2期連続の黒字ってなってたけども、さっきのさ、記事だとね、赤字ってなってたじゃん。これはね、嘘だと思います。ここほらちっちゃく書いてあるじゃん。連結ベースでは消去されるはずの投資にかかる投資損益を含むって書いてあるね。で、会計の正しい方法でやると、ね、この投資損益は消されなきゃいけないんですよ。で、ここに投資にかかる投資損益を含めたもんだから、一応プラスに見えるわけです。これあんまり信用しないでね。で、累積投資損失は改善続くって言ったってさ、ほら、75がね、73になっただけだから横ばい。で、ソフトバンクビジョンファンド1はいいんですよ、これね。いい感じなんですけども、孫さんがさ、思いっきりこのわがまま言って始めたソフトバンクビジョンファンド2が悲惨。52が31だもんね。で、ほれ、公開実績と今後のパイプラインって感じで、ほら、こんなに公開実績あるんだって言うけど、ここにウィンワークが入ってますよ。失業とで突っ込まれてますからね。で、はい、バイトダンスとかね、本当にね、いい感じになってますけどね、当たるのもあれば外れるのもあるのよと。ウィンワーク大外れでしたね。で、AI を牽引するポートフォリオということで、バイトダンスね、いい感じ。スイギーは、これ私よく分かってないんですよ。後藤さんの説明を聞いても何がいいんだかよく分かりませんでした。直感的なオンライン食品注文が可能によく分からん。で、AI 投資戦略。ね、この辺ね、孫さんだったらうまく言うんだろうけどね。特に AI 投資戦略とか孫さんに語ってほしかったな。さっきほら、15ぐらいあったでしょ。ね、それが今さ、0.5 になって、でそれが 1.5 になって増えたって言ってんだけど、1給料もねダウンしてるよね。なんだかね、あんなもう本当にもうね、やっぱりうまくいかないんだね。回転休業状態はしばらく続くね。で、これここが、ね、揉めたのよ、質疑応答で。 AI 投資戦略にソフトバンク、ソフト
バンクグループからの投資とソフトバンクビジョンファンドからの投資を分けて考えてますよと。でいかにもより長期で価値創造があるやつがね、ソフトバンクグループから投資して、ソフトバンクビジョンファンド、ほら、マイノリティ投資とか書いてあるじゃん。だからね、こっちが優遇されていて、こっちはないがしろにされてるような雰囲気が醸し出されていて、後で質疑応答でね、ワイワイ言われちゃったの。先に行きますとね、その中で、スタック AV っていうのがあって、これがねいいあのソフトバンクグループの方から投資するやつだよって。で、サプライチェーンを支えるトラックの問題を AI で解決するという、そういうことをやってるらしいです。はい。で、これがねバリオって読むらしいんですけども、これはもう大好きなやつですね。自動走行の類でございます。これ好きだよね。はい。そしてマップボックスって地図ですね。特にこれ自動車に親和性が高いですね。さらに先ほどの物流ソリューションにもね、いい一番いいね配送ルートをね AI がね教えてくれるってことでね、これも面白そうですね。で動画をご覧くださいってところで、これ、マップボックスがちょろっと出たんですけども、その後に孫さんのこれね、例のあれですよ、40億年の歴史の中でこの10年でシングルリティが来るってやつですね。今さに我々はここを体験するのだと。で、ほら、ほら、医師免許に合格するっていうようなところ、AI ね、個別の問題についてはもう AI 活用になったけれども、全般的な全体ね、ジェネラルに関しても AI がね、発展していって、10年以内に人類の英知の10倍になるんだよって。で、さらに20年経つと、ASI、スーパーになるよってね。そうなるともう人類の英知の1万倍なんで、10倍ぐらいだったらね、どっちが賢くかよくわかんないけど、1万倍になったらもうほら勝負にならんぞということでございます。ほいで、これがね、AGI、10年のやつですよ。10年後にさ、コンテをね、変革するようになるんだ。ここに乗っかって商売を始めようということを考えていると。で、全産業を変革するんで、この中核にアームがいるわけですね。で、ソフトバンクを世界で最も栄養活用するグループにしたいっていうことだったんだけど、こんだけじゃ全然わかりませんでした。10月7日にね、こんな私動画作ったんで、元となるね、孫さんのね、講演を、かいつまんで動画にしたのかな、ぜひご覧くださいよ。これ本当面白かったですね。で、孫さんね、まあ、60代半ばで現役だったら私も頑張ろうと思う気になりました。このスライドが一番重要って言ってましたよ。人間の脳のニューロンの数が金魚の1万倍なんだそうですよ。で、先ほどお見せしましたよね。全人類の英知の1万倍に ASI がなるよってことなので、金魚対人間の関係が人間対 ASI の関係になるんだよっていうことをね、おっしゃるわけですね。金魚に ABC はわかんないよねってね。だから人間がもはや ASI には打ち勝てない時代になるんだっていう、そういうところで我々はね、どうやっていくかを考えなきゃいけませんわなっていう、そんな話でした。金魚に ABC はわからないってね、ぜひご覧くださいね。これはい、また2級の決算発表に戻ります。財務戦略につきまして、またいつものパターンですね。財務方針の検事マウント攻めに両面に頼って、なんだかな、CFO の後藤さんとしては今彼ね、何も仕事してない感じ。あんだけ手元に現金があんだもん。で、通常 LTV25% 未満で運用って言うんだけども、今や 10% ですね。少なくとも2年分の社債償還を保金を保持、今5年持ってますよ。これがね、恐ろしいのよ。継続的な配当収入を確保で、宮川さんが頭が痛ぇってね、昨日言ってたやつですよ。ソフトバンクからがものすごい金額の配当収入を得て、今ね生きながらえているのがソフトバンクグループ。本当に親孝行の息子がね、ソフトバンク。はい。で、守り攻めに対応できる財務役、いつものパターンですね。で、バランスに常に考慮してやってますよっていうことなんだけども、本当に今もね、 CFO としては暇でしょうがないわけですね。本当はね、ギリギリ攻めなきゃいけないわけですよ。資金をね、有効活用していってで、なんとかこうやりくりするのがね、 CFO の仕事なんだけどね。はい。で、 ARM IPO 完了だよってね。で、ナブが1兆円ぐらい増えたんだけど、これ為替の影響だよってね。これ有料案件発掘に注力っちゅうけど、何もやってないわけですね。
で中長期的な価値の向上に注力ってねいうことで、しばらくね支給が難しい状況なのでね、だからポーンと花開くの先なんだろうね。で、はい、質疑応答です。回答がひどかったな。もう一生懸命にメモ取りましたよ私。ちょっと見ていきましょうか。質疑応答、ウィーワークの経営破綻したよねってね、所感はどうですかって、それの影響はありますかってことなんですけども、真摯に受け止めて投資するよと。で、会計的にはもうね、四半期ごとに損失を計上しているから、特段今後大きな損失が発生することはありませんと。孫さんの経営責任はどうですかって同じ人が言ってましたね。組織の問題だからうんぬんかんぬんってね。それはね、後藤さん、あの人に責任を問うことができる人っていないんだよね。で、ソフトバンクグループの中で孫さんに文句を言える人はいるのかしらってことですな。で、孫さんいなくなっちゃったのね、寂しいしね。で、投資の今後のペースはどうですかって、割り勘はどうですかって質問が出ました。先ほどのあれね、ソフトバンク、ビジョンファンドとソフトバンクグループ直にやる投資の割合ってね、何も決まってませんよってね、さっきの棒ぐらい見ればわかるわけですけれども、何も決めてないっていうことを後藤さんがうだうだ言ってましたね。で、今ね、保守的に投資判断してる時期だからねとか言って、ちっともその質問に関係ないことを言うし、案件次第だね、特に決めてないよねっていう話をしてます。ちっとも回答になってないということでございます。なんとなくやってるっていう感じかな。孫さんの一存で。で、質疑応答が続きます。ウィーワーク、孫さんの目利き力があかんかったんじゃないのって。その改善策はありますかってことなんだけども、一面的に評価するんじゃないですよって、逆に言うと多面的に評価するよって、まあそういう内容のない回答でございました。で、アームの株をソフトバンクビジョンファンドから 25% 買い戻した理由は何ですかって、これ明確な理由があるんですけど、今回省きますね。細かい経緯は話せないグダグダって感じだったね。これも回答に答えてなかった。で、AI 戦略を具体的に話してくださいって。商品とか製品をね、ソフトバンクグループとして開発するんでしょうかねとかね、話に対して。要は、後藤さんはね、もう漠然とした話しかしてないわけですよ。で、具体的なレベルになると、孫さんが出てくるよと。特許いっぱい取ってるって言いますからね、近い将来、何かしらいい感じのね、小製品が出てくるんだと私期待しております。今は模索の状況、だから全然これもね、答えてないわけですよ。そして、みずほ銀行が楽天にね出資しましたよねと。みずほとソフトバンクの関係はこれからどうなるのっていう質問が出ました。そして、いやね、後藤さん、メインバンクで信頼してるよって、その信頼関係には変化がないですよ。みずほは大手だからね、まあ、他の人とも使えることがあるでしょっていう話でお茶を濁してましたね。で、ソフバンディスカウントが縮まない理由は何ですかって、何が理由でソフトバンクのディスカウントが生じるのって。だから実際にソフトバンクグループが持っている株を直に所有している場合と、孫さんを経由して所有している場合とでは半分ぐらいのね、ディスカウントになっちゃうのはなぜと。ずっとね、これ縮まらないんだけどってね、そこに質問がありました。例えばね、またこれがさ、自社株買いで一時的に縮めることはできますよと。でもね、それは嘘だよねってね。で、あるよね、あのほら、こんなに、この 4.5 兆円も自社株買いしてるような会社ってないじゃんってね、話もされつつね。で、これがね、間違いだと思うんです。我々がソフトバンクグループがね、時代に先駆けて動いているから評価が追いついてこないんだよって言ってるんだけど、それは違うよ。単純に利益がね、大赤字、大黒字っていうのがやつで繰り返されるからね、株価が安定しないだけだと私は思いますよ。だってあそこで大赤字の次大黒字出して、今度はまた大赤字が2回続く可能性があるんですよ、年度でね。それ評価されるわけがないじゃん。安定してずっと黒字が続いていくような経営ができるようになると、それはディスカウントは縮まりますよ。ほいで、アームが成長すれば縮まるよとかね、クレジマギルに言ってるしさ、なんだかな。もうで、地政学的リスクについても質問があり、イスラエルに対する投資がね増えてるんだけど影響ありませんかっていい質問されますね。これに対し、この外人さんがねお答えしてて、それ通訳の人がね話をねしてくれるんだけど、全くちっとも理解できません。投資中です。
どこにあっても投資をするなんです。だって長期的な視点で投資してるんだもんと。で、破壊的な企業に投資するのだとね。これ役がこれでいいのかよくわかんないけれども、要するにすごくねエッジの立っているいい企業を見つけて、そういうそのこのこのものすごくこう既存のこの技術をしのいでいくような企業を見つけることに注力しているのだと。で、地政学リスクについてイスラエル投資って今危ないんじゃないんですかっていうことについてもきっぱり見直しはしませんとはっきりね言っちゃうもんだから、後藤さんが慌ててフォローしてましたね。後藤さんだで、過去において中国いっぱいね投資してたんだけども、地政学リスクがねあるからね、もう今後は投資中国にしませんよってね、そういうこともしたけどねということでフォローされてました。で、ソフトバンクグループが直接保持すべき重要なパーツとは何ですかってね、ポロッと言ったのよね、後藤さんがね、プレゼンの中でね。だからほら、ソフトバンクグループの方が投資する先っていうのはね、どういうものよってことなんですけども、よくわかりませんと。で、投資先の結果を見てくださいよ、そこから感じ取ってくださいみたいな感じでね言ってましたね。後藤さんにはね、これ聞かれても答えられないと思います。だってちゃんと決めてないんだもん。で、孫さんのソフトバンクグループの経営における立ち位置はってね、どうなっちゃったのってね、もうみんなの前に出てこなくなっちゃったしね、決算説明会でねってね、どうなんですかって。いや、孫さんはね、ああいう人だから変わってませんよってね、あくまでも孫さんは事業家だねっていうことをおっしゃってましたね。まあ孫さんとね、後藤さんだともう孫さんの方が圧倒的に偉いからね、なんかね回答できる立場じゃないかなって思うんですけども、孫さん自身もうちのね、マネジメントよりも AI との議論の方がいいなんて言ってるからね。そして、投資の選別はどうなってるんですかってね、これソフトバンクビジョンファンドの方からの投資と、ソフトバンクグループが、直接やる投資とでどういうふうな振り分けをやってるのかって、関係性はどうなるんですかってね、いいところばっかりソフトバンクグループからね、投資して、良くないところをソフトバンクビジョンファンドからにするんじゃないですかっていうことが勘ぐられてるわけですけれども、ビジョンファンドの1はもう受付終了で新規の投資はやりませんと。で、ビジョンファンド2は新規の投資を継続するんですよ。で、ソフトバンクグループとの投資も両立させる感じにしますよっていうところでおしまいだったね。まあ、後藤さん自身は CFO だからね、それはその投資部隊じゃないからね、当然分かんないっちゃ分かんないんですけども、こんな感じでグダグダでしたよと。で、とても心配なわけですよ。1級で期待させたわけですね。あの悪化が底打ちましたよと。そしてさらにアームの上場が控えておりますので、黒字化に向けて頑張るんだぜおーっていう雰囲気だったんだけど、なんじゃこれってびっくりしました。赤字10倍になっちまったって、それが2級の決算の結果で大ショックですよ。私もこれはビビったね。なんじゃこれと思ったもん。で、ほら、今回ね、速報なんでね、詳細はねこれ省きましたけれどもね、ほら、言いたいこといっぱいあるんですけどね、ちょっと間に合わないです。で、まあいずれにしましてもね、これで株価は下がるなと思うんですよ。どう思われます？明日の株価、来週の株価怖いなと思ってますけどね。あと私社債いっぱい持ってますんで、株価がね、例えば5000円割って4000円ぐらいになると、倒産騒動が過去に起こりましたんで、あんな目にはもう会いたくないないと思いつつ、社債の単価も心配だなと思っております。来週あたりもう一回ね、社債の単価をチェックしなきゃいけないかと思ってます。場合によっちゃね、また動画にしますので、もしよろしければご覧くださいね。果たして株価と社債単価どうなることかしらと思う今日この頃でございました。聞いてくださってありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。